スナフキン、ムーミン谷のメロディーの続きをプレイしていきます。自然豊かな場所に縦札があるので引っこ抜いていきます。一体誰の仕業ですか、こんなに。どうやら警察が立てて回っているようです。引っこ抜くチャンスです。警察のせいで自然が破壊されそうになっているようです。警官が見張りをしていますね。迷子のヒナを見つけてくるクエストが発生しました。ヒナは他にもいるようです。ハーモニカのマークがあるのでここが怪しいです。ヒナを発見しました。
もう一羽発見。ここは釣りスポットでしょうか。ヒナはもういなさそうなので親元に連れて行きます。ついでにナナシの生もののクエストも完了しました。鍵を見つけたのでこれで先へと進みます。ここからは警官に見つからないように進んでいきます。ハーモニカには無反応のようです。石像を破壊しても見られなければ大丈夫です。ここでは8本の縦札を引っこ抜いていきます。カラスさんに協力してもらいます。見つかってしまいました。なんとか逃げ切ることに成功。スタミナが切れたところだったので危なかったです。
弾が動いても何とも思わない無能警官さんです。このミミズは硬いらしい。何か見えてきましたけど、ムーミン村でしょうか。ムーミンパパは脚本家なんですね。村の作物が枯れているのは警察のせいでしょうか。だとしたら許せないですね。